ユーマ研究家の中澤武史です。この中澤武史のユーマオカルトチャンネル、ちゃんと公開日に、見てくださってくれているありがたい、視聴者の皆様にお伝えしたいことがあります。明日、ユーマが大好きな人にとっては明日大きな記念日だということを皆さんご存知ですか？明日、6月9日は、ネッシーの日です。このネッシーの日というのは、日本に初めてメディアがネッシーというものがいるという伝える記事、新聞なのか雑誌記事なのかが出た日だと言われていて、それでこの6月9日ネッシーの日と、言われていて、まあツイッターとかでは毎年6月9日になるとネッシーの日のハッシュタグをつけて、それぞれネッシーの思いをつぶやいてる人とかもたくさん毎年いて、まあ僕も何度か、毎年全部かどうかわかんないですけど、僕も何度かネッシーの日にはつぶやいたりしていたので、まあそんな、明日はネッシーの日という、まあユーマ好き、ネッシーを愛する人にとっては、記念日なんですけれど、ただまあこれもね、まあある種ネッシーというかオカルトというか都市伝説らしいなと思うんですけれど、このネッシーの日と呼ばれることになった、まあ由来である、初めてネッシーを伝えた記事っていうのも、実は、何のことなのか調べてみたらよくわからないらしくて、その6月9日に日本で報道されたネッシーの新聞記事なり雑誌記事はこれだっていう情報は、僕が調べた限りでは一つも出てこなかったんですね。だから、誰が6月9日ネッシーの日と言い出したのか、本当にその6月9日にネッシー、日本で初めてネッシーのことを報道した記事が存在するのかどうかも実は分かっていない。何も分からないんだけど、ただネッシーの日という記念日はできてるって、なんかこれ自体がオカルトというかユーマっぽくて、まあそれはそれで僕はちょっとネッシーらしくていいなと思って、ちょっと本当にこのどうやって生まれたかも分からない記念日なんですけれど、まあせっかくね、明日ネッシーの日という記念日なので、このユーマオカルトチャンネルではこのキングオブユーマネッシー、世界で一番有名なユーマであるネッシーについては過去いろんな動画をね、いろんな切り口でネッシーを紹介する動画を作ってきたんですけれど、このネッシーの日を記念して、明日のネッシーの日に備えて、過去このチャンネルでどんなネッシーに関する情報を僕たちは発信してきたのかっていうのを今回ちょっと総集編としてお届けしたいなと思っております。いろんなネッシーについての解説が一気にまとまってみれる、ある意味お得な動画になっておりますので、お楽しみいただければ幸いです。そして、もっと詳しく、ネッシーのことを知りたいぞと、今回総集編なんで、カットしてるシーンもいっぱいあるので、もっと、いろいろネッシーを知りたいという方は、こちらのチャンネルに、ネッシーについての動画リストもあるので、全部見たいぞっていう方は、そちらのリストの方も、ご覧いただければと思います。というわけで、皆さんで、ネッシーの日、お祝いしましょう。今回はケーキを食べながらご覧ください。まずネッシーが目撃されている場所なんですけど、イギリス、北部にあるスコットランドというところがあるんですけれど、このスコットランドにあるネス湖という湖で、ネッシーは目撃されております。これ最寄り空港はインバネス空港というところで、僕も2年前ぐらいにネッシーを探しに行ってきたんですけれども、空港に行くとこういう風にガイドブックみたいなのがあるんですけど、これがネッシーのマークですよね。だからもう空港に着くと、もうすぐにもうネッシーの街ですよ、みたいな感じで押されてるぐらい、もう地元では、愛されてるユーマです。で、大きさっていうのが、まあ、目撃者によってバラバラなんですけれど、だいたいちっちゃいもので3メートルぐらい。意外とちっちゃいんですね。で、大きいものだと13メートルぐらいと言われてます。だからまあ巨大な怪獣と言っていいですかね。で、色も、まあ、黒とか、グレーとか、そういう色で、まあ、割と地味な色をしてると言われています。で、一応ですね、よくそのオカルト的な文献とかで、その、ネッシーの一番古い目撃記録として言われてるのは、もう西暦700年の話で、西暦700年に書かれた、聖コルンバ伝というですね、まあ伝説というか民話をまとめたような文献があるんですけれど、聖なる人って書いて聖人のコルンバさんが、まあネス湖の怪物を追い払ったっていう話があって、これがまあネッシーを伝えている一番古い記録と言われています。
ただしですね、気をつけなきゃいけないことがありまして、この聖コルンバデンに出てくる、いわゆるネスコの怪物と呼ばれているものはですね、怪物としか表現されてなくて、どんな姿なのか一切書かれてないんですね。だからこれがその単純にネッシーのことを言ってるというふうに決めちゃうのは危険なんじゃないかという意見もあります。あ、もっと言うとですね、この聖コルンバデンに出てくるその怪物がですね、厳密に言うとネス湖ではなく、ネス川っていう川があるんですけれど、そこに出現したっていうふうに言われてるんですね。だから、まあ、調べれば調べるほど、この西暦700年の文献に伝わってる怪物が、ネッシーの記録とは言えないんじゃないかという意見も根強いです。で、まあ、ネッシーの、まあ、僕らがイメージしやすい、いわゆるあの首の長いプレシオサウルスですね、恐竜時代にいた爬虫類。首長竜っていうのは恐竜とはまた別の生き物なんですけれど、あの時代に、恐竜たちと同じ時代に、まあ、海にいた、首の長い巨大爬虫類が正体なんじゃないかと言われていて、あの首の長いネッシーの目撃談がいつ頃から起き始めたかというと、1930年代、結構ね、近年になってからの目撃なんですね。で、最初に、首の長い、タイプのネッシーを目撃した日っていうのはね、1933年の7月22日。この日に初めて首の長いネッシーが目撃されています。だから僕らがイメージするネッシーのデビュー日が、33年の7月22日と、覚えていいと思います。それまでも怪物の目撃談はあったんですけれど、必ずしも首の長い怪物というイメージではなかったそうです。で、ここはちょっと懐疑的な見方になっちゃうんですが、1933年っていうのはですね、映画キングコングが公開された年なんですね。で、この最初のキングコングって、まあ古い映画なんで、若い方は見たことない方も結構いると思うんですけれど、いわゆる首の長い恐竜。ただこれはね、プレシオサウルスじゃなくて、あの、アパトサウルスとかブラキオサウルスみたいに、四つ足で陸上を歩く首の長い、これは恐竜なんですけれど、モチーフにしたものが現れまして、それがキングコングと戦ったりとか人を襲ったりするシーンがあって映画の見せ場になってるんですが、この映画が公開された年に、まあ、初めて首長竜タイプのネッシーが目撃されているということで、映画の影響もあって、作られちゃったイメージなんじゃないかなと。これは必ずしも巨大な生物が、ネス湖にいないっていう話をしているわけじゃなくて、はっきりと姿が見えない巨大な何かを見たときに、まあそれ以前に見た、映画に見た怪物のイメージを当てはめてしまっているという可能性は考えられるんじゃないかと思います。で、この1933年に初めて首の長いネッシーの目撃があったんですが、この翌年にはですね、世界一有名なネッシーの写真、まあこういう動画を見てる方は一度は見たことあると思うんですが、通称外科医の写真と呼ばれているネッシーの写真が撮られまして、まあこれがまあ世界中に広まって、まあこの日本でもネッシーブームを起こすきっかけとなりました。ただですね、この写真は90年代に、完全にまあトリックであるということが、撮影者の方が告白したことで、メディア的には、ネッシーはインチキだったというふうに取り上げられまして、ただこれに関して言うと、あの1枚の写真がトリックだったからといって、やっぱネッシーいなかったんじゃないかってなんて、ちょっと乱暴だと僕は思いますね。あの、1枚の写真がトリックなら全部嘘だってなっちゃったら、芸能週刊誌に全部嘘になっちゃいますからね。あの、何枚もトリックはあれ使ってるけど、別に芸能週刊雑誌全部嘘とは言われないじゃないですか。だから、ネッシーなんかまだ1枚しか否定されてないんだから、全然文春よりはマシじゃんとか思うんですけれど。でね、あの、実はね、でかいの写真、有名なネッシーの、まあ、存在する証拠として、よくメディアで使われてた写真なんですけど、そもそもあれはネッシーの存在肯定的な人からも疑われてた一枚だったんですね。あの、わかりやすい例で話すと、あの、基本的にネッシーとか、まあ、ユーマとか、オカルトに対しては、肯定的なものがよく載っている雑誌として、ムーってあるじゃないですか。僕も毎月読んでますけれど、あの、ムーさんでも、基本的にはユーマの存在否定しないあの雑誌でも、かなり早い段階から、外科医の写真はどうも怪しいぞって書いてるんですね。だから、割と真面目にネッシーとか好きで、あの、ユーマの本とか、いろいろ読んでる人からすると、あの写真は最初からかなり疑わしいものだったんですよ。だからかなり疑わしいものが本当に嘘だったっていうのが分かったからといって、ネッシーの存在を否定するっていうのはかなり乱暴だと、私は思います。世界で初めて撮られたちょっとネッシーの写真についてもお話ししたいなと思います。というのもですね、これには理由があって、まあ、今回の
まあ、スティーブさんの撮ったね、最新ネッシー写真もそうなんですけど、あと、オタゴ大学の、昨年のね、9月の発表の時もそうだったんですけれど、まあ、こういうふうに日本でね、ネッシーが、ニュースなどに取り上げられて話題になると、僕もやっぱ気になるんで、例えば、ツイッターとかで、ネッシーってキーワードでいろいろ検索したりするんですよ。そうすると、まあ、いろんな声がね、入ってきて、まあ、みんなはネッシーのニュースに対してこういうふうに考えてるんだなっていう情報が入ってくるんですけれど、まあ、今回ね、新しくネッシー写真が撮られたっていう話題を見て、ネッシーってのはもう、最初にね、撮られた写真がもう嘘だって分かってるのに、それでもまだネッシー騒いでるのはバカバカしいみたいなね、そういうこと言ってる人がね、結構ね、出てくるんですよ。まあ確かにね、その最初に撮られたものが、写真がインチキだとしたら、その後に目撃されたものもインチキから始まったものだから、その後に出てくるのもやっぱり、見間違いとか嘘なんじゃないかっていうふうにね、考えてしまうのは当然の心理だと思うんですよ。まあ、これもね、ちょっと言いたいことはあるんですよ。インチキから始まってったとしても、本当になんかそこに怪しいものがいたっていうケースも僕はないわけではないと思うんですけれど、ただスタートがやっぱインチキだったものっていうのはやっぱ疑わしくなるっていうのは、まあこれは最もな理屈だと思うんですね。ただ、最初に撮られたネッシー写真は嘘だってもうバレてるのにって、簡単な、軽い気持ちでね、言う人を本当にたくさん、もうエゴサーチじゃないか、ネッシーだからね、ネッシーサーチしてるといっぱい出てくるんですけれど、実はっていうかね、多分、あなたたちが言ってる最初のネッシー写真って、最初のネッシー写真じゃないんですよ。おそらくね、最初のネッシー写真は捏造だとバレたのにって言ってる人は、まあ、有名なの外科医の写真っていうね、写真のこと言ってると思うんですけれど、最初に撮られたネッシーの写真っていうのは、ヒュー・グレイさんという方が撮ったものなんですね。これね、1933年の、11月12日に、撮られたもので、有名な外科医の写真っていうね、一番有名な、ネッシーの写真は、まあ、1934年の4月19日に撮影されてるんで、1年後ぐらいにね、撮られたものですよ。最初に撮られたネッシーの写真の後はね。で、まあ、このね、外科医の写真っていうものは、まあ、トリックだっていうことが、バレて、まあ、捏造っていうだっていうのが判明して、まあ、世界的に報道されたわけなんですけれど、最初に撮られたネッシー写真、まあ、この外科医の写真と比べると、まあ、知名度は、まあ、だいぶ低いんですけど、最初に撮られたものってね、本来ならね、もっとフューチャーされていいと思うんですけれど、皆さん、パッと思い浮かびますか？最初に撮られたネッシー写真。こちらになります。はい。これが世界で最初に撮られたネッシー写真。ヒュー・グレイさんが撮ったネッシー写真なんですけど、この写真を見た皆様、どう思われたでしょうか？正直、何が何だかわからないっていう人が多いんじゃないかなと思う。僕も多分ね、この写真だけネッシーの写真ですって言って出されても、いまいちね、何かが写ってるのはわかるんですけど、一体ネッシーのどの部分が写ってるのかとか全くわからないっていうね。まあ、言ってしまえば不鮮明すぎてよくわからない写真なんですね。まあ、やっぱり、まあそういうね、まあまあトリックでバレちゃった写真ですけれど、外科医の写真と比べると、まああまりにもわかりにくいっていうことで、まあ最初の写真でありながら、知名度的にはまあ残念ながら、その一部のマニア以外の間では知られてない写真となってしまったと思うんですけれど、この写真ね、一応どういう状況で撮られたものかって説明しますと、このヒュー・グレイさんが、まあネッシーが、湖面から浮上したのを目撃しまして、まあ慌ててカメラを向けたんですけれど、まあカメラを向けてる間にネス湖の中に、ネッシーが潜っていくと。だからその湖面に、沈んでいく瞬間をまあ撮られた写真。だからギリギリなんとかネッシーの体がまだ若干残ってる段階で撮れたっていう段階を捉えた写真らしいですね。まあね、説明聞かないと全然わからないと思うんですけれど、でまああまりにも不鮮明な写真なので、この写真に関してはいろんな意見があるし、正直まあ、トリックなのか、本当に何かいたかを判明する以前に、本当何映ってるかよくわかんないんです、すいません、みたいな感じなんですけど、面白い説だなぁと思ったのは、これ木の枝かなんかを加えて泳いでる犬の写真なんじゃないかって言われてて、ちょっとそういう思いで、ちょっとこの写真よく見てもらっていいですか？なんかちょっと騙し絵の、映像みたいになってきますけど、なんか、なんとなく犬の顔っぽいものが見えてきませんかね。木の枝を加えて、犬の顔のアップ気味の写真。見える人見えない人どっちもいたと思うんですけど、とにかくまあ不鮮明なんでね、はっきり映ってないんで、
そういう可能性もあるんじゃないかと指摘されちゃう写真となっていますね。まあこれね、まあ本当に正体が犬だったとした場合も、2パターン考えれると思うんですよ。トリックとしてね、すごい不鮮明に泳いでる犬の写真を撮った。もしくは、たまたまペットの犬を撮ってたら、すごく不鮮明に写っちゃって、これネッシーの写真って言ったらみんな盛り上がるんじゃねえみたいな気持ちで発表した可能性もありますし、あとは、僕もね、実際にネスコね、行ったことあるんでわかるんですけれど、夜のネスコってすごい怖いんですよ。で、僕が行ったのは2018年だったんですけれど、まあ、1933年ってもっとね、周囲の雰囲気も暗かったでしょうし、僕ね、ネスコってね、まあ、心霊スポットとしてもね、有名な場所っていうのもあるんですけど、トリックだと判明した写真に関しても、夜のネスコに入って、ああいう模型を浮かべてたんだって考えるだけでも、すげえ勇気あるなっていうぐらい、本当雰囲気がね、不気味というか、本当いかにも怪物が出てきそうなね、湖なんですよ。だから普通にネスコの湖畔を散歩してた時に、たまたま犬が泳いでたのを見ても、ものすごい恐怖を感じてしまって、本当にネッシーだと思って犬を取っちゃったっていうね、可能性もあるんじゃないか。ということでね、まあ、まだね、100% ね、そうだって断言されてるわけじゃないんですけど、世界最初のネッシー写真は、実は、ワンちゃんの写真だったっていう可能性もあるね。なかなか面白いとかね、今日のワンコみたいな、そっちで扱うべき写真がネッシー写真で扱われてるかもしれないというね。1960年の5月27日に、消防士の方ですねが、ピーター・オコンナーさんという方がいるんですが、その方が撮影したネッシーの写真です。このね、ピーター・オコンナーさんはですね、ネスコの湖畔でキャンプをしていたらしいんですけれど、午前6時頃に、湖に巨大な生物が出現したのを、発見して慌てて、写真を撮ったんです。それがこちらです。これね、ちょっとちょっと理屈で説明するのは難しいんですけれど、個人的にはなぜかね、最も恐怖を感じてしまうネッシーの写真なんですね。子供の頃からこの写真見るとね、ゾワッとねなるんですよ。なんか怖いんですよね。まあこの動画見てる方がこの写真見てどう思ってるかわかんないですけど、同じようにゾワってなってる方いたら、ちょっとね、同じ感覚の持ち主なのかもしれません。まあこのね、まあいわゆる背中みたいな部分と、おそらく頭は出てないけど、ネッシーの長い首と言われてるような部分が、まあ写ってるように見える写真なんですけれど、まあこの写真についてね、いろいろな意見があるんですけれど、この1960年の5月27日っていうのは、日の出の時間が5時半頃らしいんですよ。だったらしいんですよ。で、このピーター・オコンナーさんが撮影したのが、まあ、6時半頃って言ってるんですけれど、っていうことは5時半には日の出がもう始まっているので、6時半にしては背景が暗すぎるんじゃないかというところから、これはトリック写真なんじゃないかというふうに、まあ、疑いの目が向けられています。まあ確かにね、日の出の時間から1時間以上撮った写真にしては不自然っていうふうには思うんですけれど、ただね、皆さん考えてみてください。寝起きってぼーっとしてるじゃないですか。僕もやっぱそうなんですけど、寝起きの頭で時計見た時に1時間ぐらい間違っててもおかしくないんじゃないかなと。つまりピーター・オコンナーさんは実際には5時ぐらいに起きたのを6時半ぐらいに起きたというふうに寝ぼけてたっていうね、説をちょっと僕としては中澤弁護士としてはね、ちょっとそういう意見もね、ちょっと唱えておきたいなと思うんですけれど、ただこのね、ピーター・オコンナーさんの写真、他にもね、否定的な、説がいくつか唱えられていまして、後日ですね、動物学者のモーリス・バートンさんという方が、調査に、ネスコに行ってるんですけど、この時にですね、現場で、大きな、3つのね、ポリエチレン袋みたいなものと、大きな石の棒が残っていたらしいんですね。で、これが、まあ、いわゆるオコンナーが撮ったネッシー写真のトリックに使われた道具なんじゃないかというふうに、まあ、このモーリスさんは言われています。ただこれに関してもね、たまたま、まあ、ネスコにね、
大きい袋と石の棒がこう残っていたからってそれイコールトリック写真の証拠だって言い切るのはちょっとやっぱ僕はこれではね古畑任三郎でもオチにはならないですね。解決編に突入できないかなと僕は思うんですけれど、じゃあこのねネッシーのその背中らしい部分についてはですね、このピーター・オコンナーさんと一緒にネスコの現地調査を、することができたネッシー研究家の方がおられるんですけれど、その方がですねピーター・オコンナーさん自身からあの私の持ってるカヌーですって言ってカヌーを見せてもらったらしいんですけれど、そのカヌーをひっくり返したらそのピーター・オコンナーが撮ったネッシーの背中の部分そっくりなんじゃないかっていう風にその研究家の方は言われてまして、このカヌーを使ったトリックなんじゃないかという風にまあ否定的な説を出されているんですね。でも確かに言われてみればカヌーをひっくり返したようにも見えなくはないです。確かに見えなくはないんですけれど、ただこれも僕はやっぱりその古畑任三郎的に考えるとね、あの犯人が自分からトリックで使ったものをわざわざ研究家の方に自分から見せてるらしいんでね、その研究家の方が、まあ、あの勝手にっていうかそのオコンナーさんの家をいろいろ調べて見つけ出したカヌーとかじゃなくて、ピーター・オコンナーさん自身が研究家の方に私こんなカヌーを持ってるんですよって見せたらしいんで、だとしたらちょっとそれを使ったトリック写真っていうのも僕はちょっと腑に落ちないかなと、少なくともミステリー小説の犯人の行動としては、そういうの書いたらちょっと編集さんに赤入れられそうだなとちょっと僕は思いました。一応小説も書いてる人間としてはちょっとそういう視点で、触れさせてもらいました。まあ、いずれにせよね、まあ、トリックの疑いも、いろいろ向けられてるんですけど、僕は未だにこの写真見ると怖いですね。有名写真としてね、これもかなり有名な写真ですね。1972年に、ボストンの科学アカデミー調査団が撮った水中写真。これはやっぱ科学アカデミーの調査団が撮ってる上に、まあ、水中で撮られた写真っていうのがね、大体普通はね、あの湖面から出てくる状態を撮ってる写真なんですけど、水中で撮られてる写真っていうのはね、まあ、非常に珍しいですし、まあ、いわゆるユーマ本とかではもう毎回のようにね載っていて僕たちをワクワクさせてくれた写真なんですけれど、このね72年に撮られた、まあ、ヒレらしき写真、確かにこれを見ると何らかの生き物のヒレのように見えますし、ここから、まあ、プレシオサウルスのヒレを連想するのは、まあ、非常に簡単なんですけれど、実はですねこのヒレらしき写真はオリジナルの写真が発見されてるんですけど、ネガが発見されてるんですけれど、オリジナルのものに鉛筆を使って書き足されたものらしいです。あのなんでそんなことしたかわからないんですけど、なんか鉛筆を使ってよりヒレっぽく見えるように書き足されたものが、その後世界に広まってるらしいです。はい、ちょっとがっかりな話なんですけどね。で、まあこの後ね、この3年後ネッシーの頭の写真と言われているものも撮られてますね。でこの写真っていうのがその頭になんか触覚みたいなものも見えるんですよね。で、まあ、ネッシーってね、まあ、現地行くとそういうお土産もたくさん売ってたんですけど、いわゆるプレシオサウルスを連想するときにあまりないね、頭に触覚みたいなものがついてるビジュアルイメージが結構ネッシーは定着してるんですけど、おそらくそれをイメージを作った大きな理由の一つが、まあ、この水中写真で撮られたネッシーの頭部らしき部分に、まあ、触覚のようなものがあったっていうのがね、原因の一つだと思うんですけれど、実はですね89年にですね非常にこのネッシーの頭部の写真と言われているものに似た、木の幹が、まあ、水中で撮影されてるんで、ね、こちら非常に鮮明に撮られてるんですけれど、まあ、その木の幹の部分が確かにそのネッシーの頭なんじゃないかって言われてる写真に非常に似ているので、まあ、この時撮られたネッシーの頭の写真というのはもしかすると木の幹だった可能性もあるらしいです。まあ、ということなんで、あのボストンの科学アカデミーの水中写真というのは非常にリアリティがあるように、非常に僕たちも少年時代から受け止めてきたんですけれど、現状はあれがそのネスコにいる巨大生物の証拠として考えるにはちょっと難しい部分が強いのかなと思います。2021年の8月にですねドローンのカメラがネッシーを捉えたという話題もニュースになりました。だからこれもさっきの一緒でネッシーってねたくさん撮られてるんですけれど、初め今までと違うパターンで撮られたっていうのがやっぱりニュースになるんですね。中国で初めて目撃された、今度は今までのように、陸地からね、湖畔から撮られたとかではなくて、もしくはあの水中操作とかもねネスコはよく行われてますけれど、水中で撮られたとかじゃなくて上空からネッシーが撮られたっていうのが、これがまあニュースになるっていうことになったんですね。これもだから結構、いろんなニュースで話題になりました。これに関して言うと
通に地上波のテレビのニュースとかでも紹介されてましたね。ドローンでネッシーが初めて撮られたということで。このドローンでネッシーを撮った方は、リチャード・メイバーさんという方なんですけれど、この方はですね、ネスコを含む、まあ、カレドニア運河、これ96キロもあるんですけど、をカヌーで横断するという。96キロをカヌーで横断するという、まあ、チャレンジをしていて、その挑戦の3日目に、まあ、ネスコに来ていて、で、まあ、ネスコに来たところでドローンを飛ばして、記念撮影を撮っていたら、ネッシーらしき、まあ、もういかにも首長竜のようなシルエットのものが写っているというね、なかなかすごいインパクトのある写真が撮られまして、で、これね、便利なことで、撮ったシチュエーションがシチュエーションなんで、カヌーも一緒に写ってるんですよ。だからその、カヌーとの比較で、写ってるネッシーの大きさもすごいわかりやすいというね。で、これが、大きさがどうもね、ネッシーらしきものは10メートルほどある。だから10メートルほどある首長竜のシルエットのようなものが写ってるという。だから、写真のインパクトもね、ドローンで初めて撮られたっていう話題性もあるし、まあ、写ってる写真自体のインパクトもあるってことで、これは広まりました。僕もすごいワクワクしたんですけれど、ただこの写真はですね、世に出てすぐに、これどうも怪しいんじゃないのみたいなツッコミはたくさん、入った写真でもありました。というのもですね、ネスコの水、まあ、僕もネスコ行ったことあるんでよくわかるんですけれど、すごい、濁ってるんですよ。だから本当にね、まあ、その奥の方まで行かなくても、ネスコの中央の方まで行かなくても、湖畔のすぐのところからもうね、見えないんですよ、下が。もう濁っているので。だからその、ネッシーのシルエットがはっきり映るように、上空から撮っても映らないんじゃないかみたいなツッコミがたくさん入りました。そしてですね、さらに決定的な、この写真は怪しいぞという証拠を、見つけた方がいました。それがネッシー研究家のスティーブ・フェルサムさんという方なんですけれど、この、まあ、上空から映っているネッシーらしきものとシルエット、さらにはですね、背中にうっすら見える模様みたいなものまでが完全に一致するプレシオサウルスのおもちゃを発見したんですよ。これ、このおもちゃを合成しただけだっていうふうに、まあ、ネッシー研究家の方が指摘したんですね。で、これによって、まあ、これはもうほぼ、フェイクだろうということになったんですけれど、ただですね、ここからがね、僕これ去年のね、ニュースなんですけれど、今後のネッシーというか、ちょっとユーマの歴史がこう、もしかしたら変わっていくのかなというか、ちょっとユーマフェイクの歴史が変わっていくのかなと思う展開を、見せていくことになるんですね。今までもね、まあユーマ僕が期待してたね、写真とか映像もフェイクがたくさんあって、まあこのチャンネルでも、いろいろ検証してみたら、最初はワクワクして恐竜かもしれないと思ったら、どうも犬っぽいぞとかね、そういうのいっぱいありましたけれど、で、僕なんかはまあね、すごいオカルト好きの少年の心をワクワクさせたものとしては、まあおそらく世界で一番有名なシーサーペントの写真っていうのがありますよね。シーサーペントの写真ってたくさんあるんですけど、一番有名な写真が、まあそのだからフェイクだって言い切ることはできないんですけれど、撮影した方が国際指名手配をされている詐欺師だっていうことが分かってしまって、まあね、国際指名手配をされている詐欺師が撮った写真っていうことは、これちょっと怪しいぞみたいな風にね、言われているんですけれど、まあ今までね、ユーマのフェイクを撮った方っていうのはすごいね、大バッシングをやっぱされてきたんですよ。騙しやがってとか、そりゃそうですよね。僕だってやっぱ怒りましたしね。ただ、この、ドローンで撮られたネッシーの写真っていうのは、まあやっぱりもうね、ほぼ形が一致してるね、おもちゃも発見されてるんで、まあ、もう 98% フェイクって言っていいとも僕は思うんですけれど、実は意外とね、批判されなかったんですよ。これなぜかというと、このリチャード・メイバーさんがね、そのカヌーを横断した方なんですけれど、なんでこんなことをやっていたか、なんでその様子を、まあ写真とか動画を流していたかっていうと、これね、アルツハイマー協会の PR のための企画として、カレドニア運河を、横断するっていう、カヌーで横断するっていう企画をやってたんですね。要は慈善事業のためにやっていた活動中の、撮られた一枚で、で、このネッシーが撮られたっていうことによって、やっぱ世界中の人たちが、このアルツハイマー協会の PR のための企画に注目して、動画とか写真とかを見たんですね。だから、それによって、アルツハイマー協会には、まあ、たくさんの、援助というか、資金がね、入ったんですね。だから、このドローンが撮ったネッシー自体は、どうもインチキ臭いんだけれど、このインチキ臭いネッシーのおかげで、まあ、アルツハイマー協会にね、たくさんお金がね、寄付されて、たくさんの人が救われたということで、
まあ、事前事業のために作られたフェイクっていうとね、あの前のシーサーペントの写真はおそらく自分のためのお金儲けのために作られたフェイクなんで、まあみんな怒ったわけですけれど、このお金でたくさんの人が救われたって聞いちゃうとこっちもちょっと怒りにくいみたいのもあって、あんまり批判はっていうかフェイクだってほぼ判明してるんですけど、あれフェイクだったっていうのもあんま大きな騒ぎにならなかったのも、多分そのね、アルツハイマー協会のためにやってる企画だったからっていうのが大きいんだと思います。で、僕はね、これね、去年のニュースなんですけど、今後ね、今までもユーマのフェイクみたいなたくさんあったんですけど、もしかしたら今後こういうパターン増えていくんじゃないかなと思って、まあ当たり前ですけどね、誰だってね、炎上とか嫌なわけですよ。叩かれたら誰だって精神に痛むわけですよね。そういう時の、まあ逃げ道じゃないんですけれど、みんなを救うためにやったんだっていう名目があった上で作ったフェイクだと、やっぱみんな怒れないっていう前例ができたので、僕今後はね、インチキユーマの写真とか動画を作っていろんなところに寄付する人たちがいっぱい現れ出す前兆のニュースがこれだったんじゃないかなと思っていて、まあいいことか悪いことか分かんないんですけど、今後はそんな、優しいユーマフェイク写真や動画が溢れる時代になるのかもしれません。2019年の9月にですね、ある発表がされまして、これはオタゴ大学というところの研究チームがネス湖の水中の DNA を採取して、ネス湖にどんな生物がいるかっていうのを調べるっていうのね、これ、調査自体は2018年に始めたんですけれど、発表が2019年の9月だったんですね。で、これはまあ日本の、それこそ民放のニュース番組とかでも大々的に扱われたんで、見た方もいると思うんですけれど、あと新聞とかでも大きい見出しになってましたね。ウナギの DNA の中が大量に発見されたということもありまして、まあ僕が見た新聞とかだと見出しで、ネッシーはいなかった。正体は巨大ウナギみたいな。風によく紹介されていて、これに関して言うと、まず見出しがおかしいと僕は思いました。ネッシーはいなかった、正体は巨大ウナギ、もし本当に巨大ウナギがいるんなら、それってネッシーじゃんと僕はやっぱ思いますよね。このネッシーはいなかった、正体は巨大ウナギ、ネッシーはいなかったっていう、で、正体が巨大ウナギってことは、これ記事で作ってる人が、もうネッシーっていうものの正体を勝手に決めてて、それじゃなかったらネッシーはいなかったっていうね。要はそのメディアの方がネッシーっていうのはプレシオサウルスの生き残りだって勝手に決めつけてたんですね。だから仮にですよ、巨大ウナギがいるんなら、もう僕はそれがネッシーでいいと思います。ネスコにいる巨大な生物のことを僕らネッシーだと思っているので。私もそうなんですけれど、実際にユーマ好きな方で、ネッシーとか研究してる方で、今回のオタゴ大学の発表を受ける前の時点で、ネッシーの正体がプレシオサウルスだって言ってる人って僕、少なくとも僕の周りにはほぼいなかったんですね。ですね、ネッシーが、これはわかんないんですけども、おそらく日本で初めて報じられた記事じゃないかっていうのを見つけてきました。はいはいはい。何年ですか？1933年、昭和8年です。ってことはあれか、一番有名なネッシー写真の外科医の写真が発表される前年だ。そうですね。うん、外科医の写真って1934年、のはずですよ、発表されたのは。そうですね。はい、で、これですね、1933年の12月25日の毎日新聞っていうのが多分一番古いんじゃないかな。ただ、毎日さん。はい、毎日新聞。これはあれですか、要は毎日新聞が初めて載せたネッシーの記事っていうか、日本で初めてネッシーの記事を載せたのは、おそらく毎日新聞説っていうことです。おそらくそうだと思うんですよ。だから、外科医の写真の前だとしたら結構早いじゃないですか、はいはい、その時点で。俺、てっきり外科医の写真の後じゃないと日本でネッシー記事なんて出てないんだと思ってた。そうなんですよ。うん、で、もしかしたら中澤さんのこの動画でもご紹介されてると思うんですけど、うん、ネッシーって最初の名前はネッシーじゃなかったっていう。うん、これ、勘違い、多分ね、紹介してなかったかもしれないんだけど、誤解してる人もいるかもしれないですけど、ネッシーって、愛称なんだよね。うん、ニックネームみたいなもので、まあ例えばロコネスモンスターみたいな、はい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 、ネスコの怪物みたいなものが、まあ正式名称と言っていいかどうかわかんないけど、これも日本人にはピンとこないですけど、ネッシーって女性名詞なんですよ。あー、だその可愛らしく名前つけようっていうことでつけたのがネッシーだから、はい、本当なんだろうな、今で言うゆるキャラじゃないけど、そのなんか東京の川に入ってきたアザラシをタマちゃんって呼ぶような、はい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 、そういう感覚なんですよ、ネッシー、はい、名前の付け方としてはね。そうですね、だからこれはまだそのネッシーで呼ばれる前に日本に
あの来たネッシーの話題みたいな。へー。だからこの、もうこれ今現物あるんですけども、はい、写真出ると思うんですけども、はい、あのロホネスの怪物って書いてますよ。ああ、だからロホネス。そう、ロホネスですね。だロホネスの怪物で、うん、でこれ、イギリスのロホネスの怪物は今や世界の寵児となったっていう書かれてるんですね。でこれがですね、ちょうど12月25日のクリスマスということなので、うん、でこれね、まあ、なんかもとよりクリスマスカーニバルや年末のおよその焦点になってるっていうんですよ、このロホネスモンスターが。でこれはですね、あの世界の冒険家たちはこの生き物がいるかどうかを今すごい議論されているっていう記事がこれ載ってるんですよ、ね、んなるほどね、でですね、これでさっきその、ロホネスモンスターとかそのネッシーは女性の名前だっていうんですけど、うん、実はこの時愛称もう一つあったらしいんですよ。おネッシーの前に。そう、はい、で地元ではこのロホネスモンスター、まあ、もちろんネッシー君なんですけども、うん、この時はあのボビー君って呼ばれてたんです。ボビー君。そうで、ボビー君ってこれずっと書いてあるんですよ記事中に。ネッコの怪物ボビー君。ボビー君って書いてある。本当だ、ボビーって書いてある。そうで、これはだからその漫画のボビー君って書いてあるんですけど、これはちょっと貴重な。あのね、実はネッシーの名前って、はい、僕の調べた範囲だと謎が多いというか、はい、ネッシーって愛称が後につけられたっていうのはもちろん分かってるんですけど、はっきりね、いつネッシーって名前つけたのかが自分の調べた限りで分かんないんですよ、実は、はい、実はね、外科医の写真とか撮られるよりも全然前に、はい、オノポンはもう名前ついてるんですよ、うん、だからその自分の説としてはネッシーっていう名前はオノポンより遅い説を言ってるんだけど、はいはいはい、一体いつ頃からロホネスモンスターにネッシーって愛称がついたのかが、なんかこの頃なんじゃないかみたいな、僕もいろんな文献で出てきたんだけど、はっきり誰が名付けたとかが全然ね、少なくとも自分の調査では出てきてない。命名者は不明みたいな感じなんですね。だからちょっと知ってる方いたらね、ぜひあの教えてほしいって感じなんですけど、ボビー、そう、ボビー君って呼ばれてたんですよ、このイギリスの本土の方では。もうボビー君、ボビー君って呼んでて、なんかどうしても猿を連想してたね。ねえ、しかもそれがだから日本で報じた時も当然ボビー君になるので、このそうか、そう、ボビー君って呼ばれてたらしいんですよ。じゃあ日本に初めて紹介されたネスコの怪物はネッシーじゃなくてボビー君、ボビー君っていう、そう、うん、なったんですよね。ボビー君は多分あれですよね、男性の名前ですよね、おそらく。そうですね、どっかで男より女の子の名前の方がいいだろうってなった。ボビーよりネッシーの方がいいってなったのかな。なんか女の子の名前の方がウケるんじゃないのってなったのかな。なったんですかね。おで、まあこれがですね、まあそのね、まあこの、12月25日の記事は、うん、このアフリカの探検家のウェザレル氏、はい、この方有名なのかな。あ、有名です。有名なんですか、はい、が、まあ、そのボビー君の生々しい足跡を発見したっていう、うん、あの記事がこれ載ってるのが紹介されてるんです、ね、その方がネッシーの足跡を発見したっていう情報は結構いろんな有名に載ってます、うん、まあ、当然ネッシーの足跡として、はい、ボビー君の足跡としては紹介されてないですけど、でここでもうネッシーフィーバーが巻き起こったようなんですよ、この時点でもう、うん、わー、そうなんですよ、僕らの感覚、後から世代だと外科医の写真以降盛り上がったみたいなイメージがあるけど、あれは逆で、逆じゃなくて盛り上がってたからああいうトリックを撮ったんですよ。そう、ネッシーが話題になってなかったら当然な写真撮ってないから、あれが撮られる前からすでに話題にはなってる、ね、そうそうそう。本当にね、お土産がたくさん売ってたんですけれど、あのネッシーグッズショップみたいな、もうネッシーのグッズしか売ってないお店とかもあって、びっくりしましたね。いっぱい買ってきましたよ。これね、これ自体がもう、そこで買ったお土産の、ネッシートートバッグなんですけれど、でね、これ現地でね、あのね、びっくりするのは、もちろんね、ネッシーって正体不明で人によっていろんな姿を思い描いてると思うんですけれど、僕たち日本人とはちょっとね、本場の人っていうのはね、ネッシーに対する感覚がちょっと違うのかなっていうふうに思って、何がっていうですね、まず、これ皆さん、何だと思います？何だと思います？これ。やっぱそう見えますね。僕も、さすが任天堂だなと、世界で大人気なんだなと思ったんですけど、これね、実はね、ネッシーのぬいぐるみなんですよ。これね、一応ここに書いてあったけどね、ネッシーファミリーっていう商品名で、ファミリーなんでね、実はね、女の子もいるんですよ。こういるんですけれど、これね、これ見ただけじゃわかんないですけど、まあ、ネッシーファミリーっていう商品名でわかると思うんですけど、これネッシーのぬいぐるみなんですよ。首が長くない。どんな絵が下手くそな人でも、とりあえずネッシーの絵描くときに首長く描くじゃないですか。現
チですよ、あの本場のネッシーのグッズで首長くないのがいるっていうのがね結構衝撃的で、あの意外とこの首の長くないネッシーグッズはいっぱい売ってて、これもそうですね、これネッシーの手踊り人形なんですけれど、僕の説明がなかったらこれ見てネッシーと思う人多分日本人には一人もいないと思うんですけど、これねネッシーのぬいぐるみなんですよ。だから僕らはねネッシーって聞くといわゆるプレシオサウルス型ばっかり連想するんですけれど、まあもちろん正体不明なんで現地の人の間では必ずしも絶対首が長いわけでもないとかいろいろ考えてるんです。だから僕の探した、お土産屋には売ってなかったんですけど、このタイプのネッシーのグッズも売っててもおかしくないんじゃないかなと僕は思いました。でね、まあもちろんね、いわゆるイメージ、僕らがイメージするね、首長竜タイプも売ってます。恒例とかネッシーステッカーですね。こういう、まあ首長竜っていうよりちょっとこれだとなんか蛇みたいな感じもしますけど、こういうステッカーが売ってたりとか、あとね、バッグの中にバッグが入ってました。これもね、ネッシーのトートバッグなんですけど、これ可愛らしいなと思ったのは、すごい色とりどりのネッシーなんですよね。ネッシーというとなんか黒とかグレーのイメージがあるんですけれど、まあ、この商品見てもらえばわかるんですけど、やっぱちょっとマスコット化してるんですね。でも本当にね、ネッシー愛されてて、こういうね、これ子供向けのもんだと思うんですけどね、ネッシーのね、これゲームブックなんですよ。ちょっとだけ、ね、開けてもいいですか？こういうね、ネッシーのね、なんかちょっとねどうやって遊ぶかよくわからないんですけれど、いろいろありましたよ。ネッシーのこう迷路ですね、こう迷路、こう多分これがネッシーの住んでるホラー穴を表現してるんですかね。こういうなんかネッシーでねゲームして、多分スコットランドの子供は多分こういうので遊んだりしてるんじゃないですかね。定番ですよね、あのこういうキーホルダーとか。これでもね、ちょっとこれは四つ足がはっきりあるんで、ヒレじゃないんですね。いわゆるプレシオサウルスとかじゃなくて、ブラキオサウルスとかアパトサウルス型のネッシーで、これもだから、皆さんの中でネッシーの姿がまだ一般化されてないのかな。で、これもまあ、ネッシーのキーホルダー。これがね、先ほどもちょっとお話ししたんですけど、空港に入るとすぐにね、これ空港で買ったんですけど、トリックって判明してる写真の、写真を使ったマグネットが堂々と売られてるんでね。こんなにね、偽物ってバレてる写真をね、空港で売るっていうのはすごいと思いますよね。他にもこれも、日本ではね、トースポでね、一回一面を飾ったネッシー親子の写真とか、これもね、有名な、まあ、かなり怪しまれてる。なんかしなくてね、マグネットにされてる写真はね、オカルトファンの間ではネッシー写真の中でも、特に怪しいと思われてる三人衆がなぜかラインナップにされてるってね、一体どういうチョイスで選んだんだろうって、ね、全部はさすがに買えなかったんですけど、ネスコのね、書店さんに行ったら、ネッシーについての本がたくさんあったんですけど、絵本を見たら、これもまあ、この首の短いネッシーと同じように僕たちがイメージするネッシーとは違うビジュアルで描かれてるものも多くて、なんかもう完全に僕らのイメージでドラゴンみたいな絵で描かれてるネッシーの本とかもあったんで、不思議だなと思いましたね。この空港に置いてあったガイドにも載ってるんですけれど、多分地元のゆるキャラなんですかね。こう自転車に乗ってるこのネッシーのゆるキャラみたいなのがいるんですけど、もう完全にこれをネッシーって言い張ってるのが本場イギリススコットランドですね。他にもこれね、悔しい思い出です。T シャツがねやっぱ定番なんで、もうほんと何種類も T シャツ売ってて、選んで買ったんですけれど、例えばこういうね、ネッシーの T シャツを買ってきたんですけれど、僕ね T シャツ基本 L サイズなんですけれど、これも L で買ったんですけど、これがね、僕がやっぱ語学が堪能じゃないからなんですかね、全部キッズサイズの L で買ってしまいまして、これなんかはね、着る用と保存用を同じ柄で2つ買ったんですけど、どっちも子供用で着れないというですね。ユーマの勉強も大事だけど、もっと、英語の勉強とかをしとけばよかったってすごい後悔してます。あとね、お菓子、こういうのがありまして、これネッシーバタータブレットっていうね。なんていうかね、まあ、中身はね、普通のお菓子で、例えば日本だったらこういう時にネッシーのプリントクッキーとかにしたりするんですけど、そういうのは一切なくて、日本のお菓子ってのはやっぱ工夫してるんだなぁと思って。で、これはまあ、あくまでも日本人の味覚で言うと、まあ正直ね、嘘偽りざる本音で言うと、ネッシーバタータブレットは、信じられないぐらいまずかったんですね。
イギリスの方にとってはもしかしたらあれが美味しい味なのかもしれないけど、ちょっと日本人からすると、そうですね、あの箱は欲しかったし、全然僕中身どうでもよかったんで、買ってよかったなと。これもね、実はね、ネッシーバタータブレット、僕ね、ユーマいろんなとこ探しに行くんですけど、おまんじゅうとかクッキーとか買うの大好きで、こういう、その、ユーマが書かれた。バタータブレットもね、実は僕3箱も買ってるんですよ。でも結局ね、自分で食べれたのは3粒ぐらいで、あとは全部人にあげて、だから、20人ぐらいの人が食べたんですけど、うまいって言った人2人しかいなかったですね。ちょっとね、買う人はね、味は期待せずに、買ってほしいなと。今回も動画ご視聴ありがとうございました。コメント欄にですね、中澤武史にこのユーマについて語ってほしいとか、あとユーマのこういうエピソードが聞きたいとか、そういったものが、ありましたら、よろしくお願いします。